家だ。東大受かったからって調子に乗ってんじゃねえぞ。トイック850点ぐらい取れなくてどうする。はい、ティアンス先生、どうやってやったらいいのか教えてください。放題始まりました、こちらですね。さあ、やってまいりました。はい、ツートンカラーになった日だ。ツートンカラー、はい。すげえ状態になってるな。東大カラーでやらせてもらってます、はい、そんな飯田がですね、はい、トイックの腰もないしゅちゃんと言われた通りやったということで、やりました。買って、はい、届いて翌日にやって寝ました。そうそう、配信して全く俺をサムネに使いながら寝るとどういうことだ。結果言うって時にちょっと見に行ってるから、あれ、はい、そうなんですか。生放送見たら寝てんだもん。いや、生放送で解き始めてたらなんか睡魔がやってきちゃって、なんかベテランちゃん2回目ではこういう寝てる配信みたいな。寝てる間にスパチャをいただけたんで、寝てるだけで稼げるっていう。起きてっていっぱい書いてあった。起きて、ごめんなさい。コラボ動画も上がってね、はい、手抜きのサムネで、手抜きサムネなんだ、2、3ついてるだけじゃねえか。いや、ただ変えるのも違うかなと思って。こうコメントに来てたじゃないか、それでいいのか、それでいいのか、 YouTuber としてそれでいいのか。しっかり全部見てますね。それじゃダメです、はい、そうしないと再生数ボボボボンって下がってサムネは大事ですから。サムネ大事、まあ、まあ他にもね、突っ込みたいところあるんですけど、ね、あの長い動画にもショーツってついてるとか。そうですね、なんでだよ。30分までは短いかなっていう。さあ見ていくんですけれど、はい、全部一応やってみたら43。36問かな。36間違い、だから64問、はい、64問だと、まあいかないですね、850は。それ絶対いかないですね。無理ですね。9割必要ですもんね。あ、まあリーディングは9割は目指さなくてもいいです、別に850だったら。どれよりもリスニングでなるべく9割ぐらい取ってほしいって感じですね、はい、次に気になるのは、はい、単語とか表現ですね、はい、どうでした、知らない表現は。知らない表現が結構ありますね。あ、単語はそこそこ知ってるのが多いかなって感覚だったんですけど、はい、うん、熟語とか表現とかが全然、はいはい、あれなんだこれみたいな。それやっぱリーディングの時の方が多い。いや、リーディングです、リーディング、やっぱり。なんでそういうのをですね、ぜひチェックしていくっていうのをですね、やってもらいたいかなと思うんですね、はい、全然やってないですよね、もうサラッサラですもん。答え見て丸付けしただけです。そこで、そう、知らなかった表現はちゃんとメモっていくっていうですね、その辺をやっていかないと、ね、まあ、あとは下にこうくっついてこう書いてくれてるので、それで自分ここのページ見てなくて、はい、ここのページしか見てないですよ。なるほどね、まあ、もう救急車お呼びに連れてって。で、まあ時間節約したいんだったら、これ Words and Phrases っていうのがあるんで、はい、もうそこだけ見てこう読む、どれだけできるか。あ、もう暇人になったんで時間はいくらでも。そういうのと、意外と文法解けて、まあまあでも間違ってる。相対的によく見えちゃうだけっていうやつです。そうそうそう、ね、あと回答の出し方ですね、照らし合わせ、こことこうだからこうやってなるっていうのをちゃんと解説読んでですね、そこを潰していく。で、覚えてますか、他にまだやんなきゃいけないって言ったの。え、まだやんないといけないこと、他に3つにしてるのに。やるべきことを言い換えです。ああ、言い換えですね。俺がこう言い換えられてんだっていうパターンを見抜けるようになっていくと強いです。単語帳があったらいいのになーっていうのを、その言い換え帳があったらいいのになーっていうのを、言い換え帳、まあ、問題解きながら、あ、これがこれに言い換えられるというのをストックしていくと早くなりますから、まあ、まずはスピードですね。スピードが全然足りないです。だ、一旦それやってみて、まあまあこれ復習するときに表現潰して、で、まあ、キンフレやったりして、で、解き方のパターンを入れて、で、テスト2に行ってどんだけ取れるか、多分もう超えられるんじゃないかな。ちなみにこのパート7解くだけで80分かかりました。うそん、ガチっす。時間かかりすぎ。だって75分でしょ。75分で5、6、7解かないといけないのに、7だけで80分かかりました。一個一個読むのに時間かかる。読んでて問題見てどこだろうって探して見て、あ、これかなってやってたら、なぜか80分消えました。共通テストみたいに順番通りに答え出てこないから。そうですね、バラバラですから。問題見るんだったら、まあなるべく多くの問題頭に入れて、それからいかないと、1問目の答えがね、すごい下の方にあって、2問目がめっちゃ上だった場合とか、すごく大変なんで、はい、そっか、そんなに時間かかるとやばいな。めちゃくちゃ時間かかってます。なんとかしないといけない。なんとかしないと。いや、そんなに時間かかってたら、だってもう無理なんだもん。そうですよね。だ、表現がもし知らないの、そうそう、欠点を見つけなきゃいけないから、表現が、表現ひどい、解き方ですね、
準備ができてないんで、でその後にその言い換えとかでトイックの知識って入れていかなきゃいけないんで、わかりました？次第が全部浮かれてもこうなるよ。トイックってそんな生優しいもんではないと。数学パンチで受かっただけなんですよ。数学の力です。トイック数学出ないんで計算も出ませんので。リスニングと数学みたいに選べたらいいですよね。そんなわけでSFC でもやらない。SFC でもやらない。一文一文読むのはそんな細くない。いや多分遅いっす。じゃあ測ってやってみるといいですね、一旦。ああ、確か1分間に108ワードとかなんとかっていうか、1つのセットにどれだけ時間かかってるとか、1つの、まあ、段落で書いていくのは多分めんどくさいと思うんで、めんどくさがり屋だから。そうですね。だから1パッセージにどれぐらいとか。めんどくさがり屋だからもうこんな雑な仕上がりになって見えるかな。これなんでそういうのをやっていくといいと思いますよ。しかもそういうのをやっていくとそれだけで再生数が稼げる。おー、いいじゃないですか。やってるところでこれくらいでできました。できると思うんで、それをやっていきましょう、はい、まずはそうですね、パート7の速度だな。まあ、パート1は全問正解ですね。リスニングですね。全然ちゃんとマークしてないけど、まあまあ東大もこれでやったの、この適当なマークの。いや、これは自分の目でしか見ないからと思って。あ、なるほどね。で、パート2が13番7問目ですね。ちなみにどんな問題か自分忘れてます。そうだ。あー、なるほどね。これ表現知らなかったんじゃないかな。選んでるのとか見ながらでも結構分かったりするんですけど、あ、もう分かってないやね。 AB どっちかなになってて、 C が正解。どっちかなーで C が正解。あー、でやっぱり直接的な返答じゃなくて遠回りな返答に引っかかってるって感じですね。やっぱり変化球が多いかな。で、パート3の後半、この辺からできなくなってる感じだな。66。でもそれでも結構取れてるな。 86% 取れてるから結構やっぱリスニングはできると思います。解き方を入れれば解き方を入れると思いますね。直接的じゃない返答をしっかりキー貼っとくっていう。そう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 。とか、あとこの3と4は、うん、解き方を多分入れれば多分聞けるんで、あとは表現と解き方を入れれば多分もうすんなり850レベルはいけるかなって感じですね。リスニングの方はってことですね、うんうん、これ86ではちなみに850に合格点にはいかないんで400点ぐらいですか。これでうまく計算出ないんですけど、トイックってまあ9割ぐらいあった方が絶対いい。425で取っちゃダメです。リスニングを高くして取らなきゃダメなんで。あ、そうですね。自分の場合はいや、みんなです。あ、みんなそうなんです、ね、みんなそうです。だから基本的にほぼ満点狙いで、うん、そうです。だから450、400とか、うん、470、380とかが理想。なるほど。そういう形で取りたいんで。で、リーディングの方はもうボロッボロ。ボロッボロです。まずだって寝ちゃってるから。寝ちゃってるから44問目までしか解けてなくて、でみんななんかコメントで、あ、リーディングはできないんだみたいな。いや、本当にできないですけど、で来てて、いや寝てるからだろうとコメントしておきましたけど。まあ、だからとにかくね、文法が弱いんですよ。はい。だからそこをなんとかしないとマジでいけないんで、ちょっと文法力アップをしてもらいます。60前置詞問題だ。落としてる。モーストオーモストモーストオブダモーストとか、ちょっともう大学受験超品質じゃないですか、こんなの。そうですね。なんか中学校で習った記憶がありますね。もうちょっと僕の授業チャンネル見直して、喋ってるから英作のやつで。はい。語句の問題ですね。120はね。で、次がパート6か。でもこの辺力尽きてったろうからな。で、リーディング別で解いたわけですね。そうここでやってもらったんで。パート7別でって。はい。だからパート7やってねえと分かんないからって言って、はい、別でやってて、やっぱ後半が弱いですね。やっぱり後半になると力尽きてくるのは。力尽き。じゃあ、共通テストと比べてどうでした？いや、もう共通テストの方がよっぽどいいっすよ。間違いなく。レベルも。レベルも。やっぱり量も、うんうん、あ、そうですね、量ね、やっぱ多いんで、読まなきゃいけない量がすごくたくさんあるんで、一番感じたのは何ですか？共通テストと比べてでもいいですけど、受験の問題と比べて、あれどっちだろうっていう選択肢が多いみたいな感じで、やっぱ引っ掛けがね。そうなんですよ。この記事とかどうでした？記事読むのとか。しんどいっすよ。日本語でも読みたくないですもん。もう絞れなくて、A かもしれない、 B かもしれない、 C かも D かもと思って選べないから、もう空欄みたいな、うん、なるほどね。あー、チャット問題も間違ってる、意図問題も間違ってる。トイックの形式ってっていうのに弱いなぁ。ここ覚えてるかな？これ2つの情報を照らし合わせるとかやりました？それはちゃんと聞いてたんで、はい、やろうと思って共通テストと同じような感覚でこう見てたんですけど、うん、見事に間違えましたね。
そうだ、もうダブルパステージトリプルパステージがボロボロだから、ここが弱いボンって出ればいいんですけど、なんか意外と全部弱いボン、意外とまんべんなく弱かった一番手の内容がないやつですまず解き方知ってって感じかな。はい、いやもう対策していきましょう。はい、やりましょう。末永くお願いします。はい、今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。